皆さんこんにちは、円満相続税理商人の立花です。今日のテーマはこちら、徹底解説土地の相続税評価額ということで、今回の動画では土地の相続税評価額の計算方法を皆様にお伝えしていきます。この動画を最後まで見ていただければ、税務署の人から認めてもらえる範囲内で最も低く評価額を計算するコツが分かっていくかと思いますので、ぜひリラックスして最後まで聞いていただければと思います。それでは早速中身に移っていきましょう。家族みんなで円満相続ということで、土地の相続税評価額の計算方法をご紹介していくんですけれども、まずその前に資料の準備をしていきましょう。ということで、土地の評価額の計算には必要になる書類というものがございます。これをご紹介していきます。まず1点目、固定資産税の課税明細書、納税通知書ということで、毎年4月から6月頃に固定資産税払ってくださいというお手紙が届くかと思うんですけれども、まずそちらをご用意してください。それで、あの手紙のですね、1枚目のことを納税通知書、そして2枚目以降のことを課税明細書というふうに呼んでいくんですけれども、この課税明細書、ここに土地の面積ですとか固定資産税評価額、土地の計算をしていく上に必要になる情報がたくさん書かれていますので、まずこの課税明細書をご用意ください。そしてですね、この納税通知書が私のところに届かない場合どうしたらいいの。例えばですね、不動産を共有でお持ちの場合というのは、その共有している人のですね、代表者にしか固定資産税の納税通知書届かないんですね。ですので、手元にこの納税通知書がないっていう方もたくさんいらっしゃるんですけれども、そういった場合はです、こちら、土地家屋名寄せ帳といって、市区町村の役場に行って名寄せ帳を欲しいんですけどというふうに言っていただければですね、その方の所有している不動産の一覧が書かれたですね、この名寄せ帳というものを発行してもらいます。で、これを取っていただければ、そこにですね、面積だとか固定資産税評価額とか必要な情報が書かれていますので、それで十分でございます。で、またですね、固定資産税課税明細書には記載されない公衆用道路なども記載されるということで、名寄せ帳にはですね、公衆用道路ですとか市道、固定資産税がかかっていないものについての情報もしっかり書かれていますので、まあ、そういった意味では固定資産税の課税明細書よりも名寄せ帳の方が実は良かったりもします。続きまして、全部事項証明括弧登記簿等本ということで、これは法務局で取っていただく書類になるんですけれども、こういったものですね。で、特に大切なのが真ん中ほどにある権利部校区というところに、その不動産の所有者の名前が書かれています。で、これが何で必要になってくるかというと、共有で持っている不動産についてはですね、どのくらいの割合でその共有持ち分を持っているか、それがここの権利部校区というところに記載されていくことになります。で、固定資産税の課税明細書にもですね、共有している不動産については共有者ありとは書かれるんですけれども、どのくらいの割合でその持ち分を持っているかという情報は書かれてこないんです。ですので、共有で持っている不動産についてはこの登記簿等本を取って、どのくらいの割合で持っているかといったところを明確にしていきましょう。それで、ここからが土地の相続税評価額の具体的な計算方法をご紹介していきます。で、土地の評価額の計算の仕方には大きく2種類ありまして、1つが路線化方式と呼ばれるもの、そしてもう1つが倍率方式と呼ばれるこの2つの方法がございます。それで、住宅区外ですが商業地などについては基本的に路線化方式でやっていくんですけれども、山林とか田んぼとか畑、そういったものについては倍率方式で計算をしていく傾向がございます。まずは路線化方式のご紹介からしていきたいと思います。それで、この路線化方式なんですけれども、まずは皆さんインターネットでですね、路線化というふうに検索をしていただきたいんです。で、そうすると国税庁のホームページが出てきましてですね、で、そこをクリックすると日本全国の地図が出てきます。で、その地図の道路一本一本にですね、これ値段が振ってあるんです。拡大していくとこんな感じですね。例えばです、ここに 530C と書いてあるんですけれども、ここに接している土地については1平米あたり53万円で評価をしてくださいというのが、この530というところの意味になっていきます。それで、この530というのはですね、53万の略になっていまして、本来であれば530000というふうに書いていくんですけれども、後ろの3つの0、これが省略されている状態になります。ですので、530と書かれていたら、それは53万円という意味になっていきます。で、次にですね、このアルファベットの C なんですけれども、これはですね、借地権割合と言いまして、借地権の評価をするときには必要になっていくんですけれども、そうじゃない場合には一旦使いませんので、まあ、ここの説明は割愛させていただきます。それで、土地の面積、地積ですね、かけることの接している路線化、これをしていただければ、もう相続税の評価額というのは実は計
計算することができてしまうんですね。ですので例えば100平米そして1平米あたり53万円ということであれば、で 100×ことの53万をした5300万円、これが相続税の評価額となっていきます。ということで路線化方式実は非常に簡単なんですね。それでこの路線化方式については大変重要な特別な性質がありますので、ここをご紹介していきます。それは何かというと、この路線化というのはですね、実際の売買価格の8割になるように設定がされています。どういうことかというと、例えばですね、仮に1億円で売買されるような土地があった場合については、路線化方式で計算をするとだいたい8000万円になるように路線化が設定されているんです。これがだいたい 20% オフということでですね、このように路線化というのは実際の価格よりも少し甘めに付けられているんです。それでなんで国税庁がそんな 20% もおまけをしてくれているのかというとですね、大きく2つ理由がありまして、1つは路線化というのは毎年7月1日に更新をされていくんですけれども、本来不動産の価格っていうのは年中こう変動しているんですね。上がったり下がったりをしているんですけれども、年に1回しか路線化の更新というのはできませんので、少し低めにつけることによってですね、この実際の価値が下がった時にもこの取りすぎがないようにという趣旨を込められているのがまず1つ目の理由です。そして2つ目はですね、この路線化方式っていうのはやはり非常にシンプルで簡単な方法なので、本来の土地の個別性、個別事情ですね、これがなかなか織り込むのが難しい。ですので取りすぎにならないように少し甘めに設定してくれていると、まあそんなところの趣旨が込められています。でいずれにしてもですね、実際のこの価格よりも低く評価がつけられるというところ、ここの部分に着目してですね、まあいろんな節税対策で実は考えられていくんですけれども、まあこの時価の 80% これとても大切な考え方になっていきますので、まあぜひここはしっかり押さえていただければと思います。それで今ですね、地籍×路線化をすればそれが相続税の評価額になりますというふうにお伝えをしたんですけれども、実はですね、この路線化方式っていうのは今算出した評価額からどんどん減額することができるんです。例えばです、利用方法の減額と言いまして、この土地を自宅として使っている場合よりも、例えばアパートですとか貸し屋、人に貸しているような形で使っている土地についてはだいたいですね、先ほどの評価額から 20% ぐらい減額することができます。これを貸し屋建て付け地評価という呼び方をしていくんですけれども、まあ、このようにですね、どのように使っているかということによっては、実は先ほどの計算式からより減額されていくことになりますので、まずこれが利用方法の減額というものがあります。2つ目、正形補正といってですね、綺麗な正方形の土地とちょっと形がいびつな土地、同じ面積だったとしても皆さんだったらどちらを買いたいと思いますかね。多くの方がやはり正方形長方形の綺麗な土地を買いたいなというふうに思われるんじゃないでしょうか。ということでですね、土地の形がいびつなものについては不正形補正といって一定金額の減額が認められています。あとはですね、特殊事情の減額ということで、例えばですね、隣にお墓がありますよとかですね、まあ、ちょっと騒音がうるさいですよ、まあ、そういった特別な事情がある場合についても減額が認められています。詳しくはですね、こちらの動画で、土地の相続税最安にする方法ということをご紹介していますので、気になる方はぜひ見ていただければと思います。でこの土地の評価額についてやはり税理士の腕の見せ所になっていくんですね。もちろん税務署から認めてもらえる範囲内で最も低い評価額をつけることができれば、まあ、その分お支払いする税金の負担も少なくなっていきますので、そこはですね、土地評価に強い税理士さんにぜひ一つ相談していただければと思います。ということで、不動産購入による相続税の節税ということで、まあ、よくですね、この不動産買うと相続税対策になるよって話聞いたことあると思うんですけれども、まあ、それどういった原理なのかというと、こういうことなんですね。例えばです、預金、定期預金として1億円持っていれば、1億円という金額で相続税の計算をしていくんですけれども、その1億円で土地を購入すればですね、路線化方式に直していくと、これ8000万円で土地の評価つけられていきますので、まあ、その分8000万になって、そしてその上に例えばアパートを建築しましたよといった場合については、そこから貸し屋建て付け地評価になるので、また 20% 引きをされていくことになります。ですので、もともと1億円だったものが6400万円で評価をされていくと、こんなメカニズムで、まあ、実際の価値はあるんですけれども、その評価が甘めにつけられている、まあ、その性質を利用してこの不動産を購入して相続税対策というものが行われていきます。実際私も一税理士として、まあ、この不動産購入することによる相続税の圧縮効果
果っていうのはあるのは本当ですということでお伝えをしているんですけれども、まあ、やっぱりこの不動産を購入することって様々なリスクも出てきます。まあ、例えば1億円で買ったものが将来的に例えば8000万でしか売れませんでしたといったような場合については2000万円分本当にこう少なくなってしまいますので、まあ、そういったところもちゃんと考慮した上でこの節税対策っていうのを検討していただけるといいかなと思います。そして合わせてですね、10対8対7の法則、これもぜひ皆様にご紹介させてください。で、先ほどですね、この路線価方式っていうのは実際の売買価格の8割になるように設定されてますというお話をしていきました。そして今この路線価方式っていうのはこの相続税評価額といって相続税を計算する上で使う評価額のことを言っているんですね。で、これで非常に似ている考え方として固定資産税評価額というものが存在します。で、先ほどのですね、固定資産税の課税明細書の価格って書かれているところ、まあ、自治体によっては評価額って書かれたりもするんですけれども、ここに書かれている価格のことをですね、固定資産税評価額というふうに呼んでいきます。で、この固定資産税評価額はですね、先ほどの路線価よりも少しだけ低くて実際の売買価格の 70% になるように設定されています。で、そうすると実際の売買価格を100とすると相続税の評価額は80になって固定資産税の評価額は70になるという10対8対7の法則というものがあります。で、この法則を利用すると一つの価格さえ分かれば全ての価格が計算できるということが言えるんです。例えばです、固定資産税評価額が7000万円の土地があったとします。で、この10対8対7の法則に当て込んでいけば固定資産税評価額が7000万の土地ということは実際の売買価格は1億円くらいになるんですね。この7対10のところですよね。で、1億円くらいになって、で、1億円くらいの売買される価格であれば相続税評価額は8000万になるという感じで、この一つが分かるとこの割合にこう調節してあげれば実は全ての価格を計算することができるんです。なので固定資産税評価額を割る7をしてかける8をすると実は相続税評価額の大体の価格というのが算出できるようになっています。ただですね、この10対8対7の法則は気をつけなければいけないのは住宅街ですとかそういったところについてはこの法則は結構な頻度で当てはまるんですけれども、商業地とか特に駅前とかになるとこの法則あんまり当てになりませんのでご注意ください。相続税評価や固定資産税評価よりも実際の売買価格の方が数段高くなるということは全然ありえますので、この法則は住宅街ですとかそういったところにですね使っていただくといいかなと思います。続いてですね、倍率方式をご紹介していきます。倍率方式か路線価方式か、これどのように見分けていくかというとですね、これも国税庁のホームページに行って路線価というところを取っていただくとですね、例えばこの今投影しているところみたいにこの上の部分というのは道路に値段が振ってありません。下の方は値段振ってあるんですけど上の方振ってないんですね。で、私の土地には路線価が付されていませんよ、まあ、そういった方もいらっしゃるんです。で、その場合はここに倍率地域と書いてありまして、そういった地域においては倍率方式というものを使っていただきます。で、この倍率方式もですねそんなに難しくはありません。国税庁のホームページに行くと倍率表というものが掲載をされています。で、これもエリアごとにいろんなですね倍率が書かれていましてですね、で、使っていくのは先ほどご紹介した固定資産税評価額、固定資産税の課税明細書に書かれている評価額ですね。で、この評価額にそれに対応する倍率表の倍率をかけていただくことになります。ですので例えばなんですけれども、この図でいうところの価格というのは4500万とありました。それでこれが宅地でございますので、この倍率表で当て込んでいきますと、まあ、一番上のところですね、宅地 1.2 倍とございます。ですので4500万円かけることの 1.2 をした価格、これが相続税の評価額になっていくということでですね、まあ、非常にシンプル、固定資産税評価額かけることの倍率をすればそれが相続税評価額になっていきますということでですね、これが倍率方式でございます。で、よくこの倍率方式についてですね質問されるのが、倍率評価の土地はどの税理士が評価しても同じ金額になりますよねということで、まあ、この固定資産税評価かけることの倍率なので、まあ、非常にシンプルなので、まあ、これはどの税理士が評価しても同じになるかなと思いきやですね、これ実は違うんですよ。倍率評価の土地にも実は減額要素というものはたくさんあるんです。それでむしろですね、土地の評価を非常に極めた税理士たちがよく言うのはですね、路線価方式よりも倍率方式の方が奥が深いぞというふうに言う税理士が結構多いんですよ。それくらい倍率方式も実は税理士の腕によって評価が変わっていくところになりますので、ここもですねぜひ土地評価の強い税理士にお願いできればと思います。
ということで今日は徹底解説土地の相続税評価額についてご紹介をしていったんですけれども、土地の評価額についてはですね、基本的には路線価方式で路線価かけることの面積をしていただければ、まずおおよその相続税評価額は計算できます。ただそこからですね、厳密にその評価額を減額要素を取ってこう最安にしていくためには、やはりこれは専門的な知識がどうしても必要になっていきます。ですので、まあ、土地の評価っていうのはですね、本当に10人の税理士がいれば10通りの評価額が算出されると言われるくらい、いろんな計算式減額要素がありますので、ぜひ土地評価の強いですね税理士に一度見ていただくことをお勧めいたします。最後になりますが、私たち LINE 公式アカウントを持っておりましてですね、ここで限定情報をたくさん配信しております。で、登録していただくとですね、様々なプレゼントもありますので、ぜひこれを機にですね登録していただけると大変嬉しいです。今回の動画が役に立ったと思っていただけましたらですね、チャンネル登録と高評価していただけると大変嬉しいので、何卒よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。一番の税金対策をご存知ですか？相続税は税金の中で唯一、税理士の腕によって納税額が大きく変わる税金です。相続税の税務調査は5件に1件の割合で行われ、一度調査に選ばれると 87% の確率で追徴課税になります。こういった相続に関する問題を私たち円満相続税理士法人が解決いたします。国税 OB との連携や日々の研究、豊富な知識や経験を生かし、最大限の節税にこだわった相続税申告書を作成します。私たちが手掛ける相続税申告は書面添付制度を標準装備しているため、税務調査に選ばれる確率は 1% 未満。もしも追徴課税を受けた場合は報酬全額返金保証をいたします。またお受けしたご依頼は、社内の厳しい試験に合格した税理士が最初から最後まで一貫して対応、難しい内容もしっかりとご理解いただけるよう分かりやすくご説明いたします。テレビ会議などでのご相談も可能なので、どこにお住まいでもご利用いただけます。財産以上に大切なものが残るように、分かりやすい説明で分けやすい相続を、一番の税金対策は円満です。円満相続税理士法人。